今月もお疲れ様でした。お疲れ様でした。先月で7月ですね。言うな言うな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？まあ反省点あり、成長できたとこあり、涙と笑いの1ヶ月でした。本当にマジで大変でした。こっちが。ということでじゃあ、この来月、はい、抱負は、抱負というか目標。目標は、まあ自分が抱えている仕事は確実にこなし、プラスで雨にも風にも負けない心と体で頑張ります。最後愛嬌で愛嬌ね、はい、で言われたことにもう何を言わせ愛嬌でとか言ってる気象になってます。逆に今月したいことないの、まあ、新しくしたいことでもいいし、まずは体調管理しっかりする。ほんまやで、ほんまやで。ちょっと道民にこの大阪府の暑さはまだ適応ができておらず本当にお腹が痛くて、先月は半分くらいずっとお腹が痛くて。ほんまやで。寒暖差でやられちゃうんですよね。やっぱ北海道は全部の家庭にエアコンがついてるわけでもないし、はいはいはい、夜とかはもう扇風機回してちょっと窓開けてたら全然涼しいから、うん、そのずっとエアコンがついてて外出たらもう今日とか36度とかだったからさ、だからその笑い方改善しようもあって逆にこういう笑い方が男に助けかもしれない。まあでも絶対の方が好きですよ、男に助け。結局問題、確かに結局問題よ、綺麗なワンピース着てって言ってくねくね首こうやってやってる人の方が好きですよ。今多方面にこう前が好きとしましたけど体調管理はちゃんとしてほしいよね、さすがにね。そうですね、まあ、と言いつつも俺も30キロ熱ありましたけど。そうですよ、もうみんなバタバタですよ。撮影のさ、だって撮影の途中になんかお腹痛いとか言い始めて、和歌山から一人で帰るんです。一回帰りましたよね、あの結婚式のね、はい、あ、そう、撮影やったんですけど、結婚式の撮影で和歌山に行ったんですけど、あれ、俺の友達だからよかったものの、あれ、企業の撮影やったら申し訳ない、多分、あの全方面から蹴り来てんだよね、多分。でもなんかもう吐き気もしちゃってなんかもう、すぐにベッドに入りたいくらいでした。なのでもう、それはなくせるようにというか、なくします。その後、まあ、遅くても2時には寝てます。今日とかも8時半には起きたし、うん、まあ、社会人の人からしたら当たり前かもしれないけど、私たちの仕事は結構何時にとかはもう全部自分次第になっちゃうから、うん、世の中の人々の動きとともにみたいな感じで、あの世の中の人の動きに合わせて生きようと誓いました、うん、あとは服装ね。じゃじゃーん、若いって。今日はこれはあの私のインスタ見てくださいね。私のインスタ見ていただいたら分かるんですけど8月3日、うん、今待って告知、はい、俺のやつで、すいません、やばすぎる。どういう層の人が見てくれてるのか知らないじゃない。8月3日21時から、うん、この私とコラボアイテムとして発売するので、うんうん、いや、みんな現場にいる人思ってると思うの、服若いなって。え、若いというか、だってさ、撮影のさ、はい、まあ、現場、まあ、もしくは、まあ、あんまりこの服で着ないです。ちょでもやっぱイメージがさ、はい、これやん。え、でもいつもデニムとか T シャツとかじゃないですか。今日は太蔵さんが何でもいいよって言ったからあ、じゃあついでにというか、コラボ商品の撮影ちょっと太蔵さんにお願いしようと思って朝8時からバケモンやん、準備してきたんですよ。あ、神社行きましょう。神社、はい、なんで私神社めっちゃ行くから。え、日頃から。はい、日頃から行きます。やっぱり神社はいろんなとこ行っちゃダメとかいう説もあるけど、うん、いろんなところ、神様はもう心器が広いから、そのいろんなところに行っても嫉妬もしないし怒りもしないんですよ。だからいろんな神様のパワーをもらうことで頑張れるんです、うん、じゃあ行くの。はい、行きます。結構ガチでいつも行ってます。なんなら一人でなんなら一人で MacBook 買った日とかも、あ、言ってたな、そういえば、はい、南波神社、あの仕事運とかもいいらしくて、うん、MacBook を持って一人でここに来て、マジ何やってんのってやって、仕事頑張りますって誓いました。でも結局 MacBook 使ってなかったよ。それ使ってますよ。 YouTube やろ、 Netflix やろ、 Amazon プライムとかやろ、 LINE やろ、ズーム、
絞り出したズームとスラックで情報を確認、パソコンでしてます。いいのかな、カメラとか。いや、普通に適当だったから。真ん中ダメですよ。ちゃんと端っこで礼して、一礼して。なんで指示されんの俺。何してんねん。失礼やろ。行ってきなさい。はい。長かったですね。はい。ちゃんとお参り、お祈り、お参り、うん、お祈りするときは、うん、自分の住所と名前を言わないとダメなんです。うん。言った？はい。だから長いんです。いや、そういう理由聞いてるわけじゃないんだから。そう、じゃないと、うん、神様は私がどこにいるかがわからないから、うん、っていうのを霊霊霊はしゃべっていいの。ああ雑。そうでした。でもなんか面白いよね。あの、一緒にやってる我々のメンバーも全員神社行くしね。ヨンちゃんもやし。結構ね、神社って大切だと思います。確かに。はい、じゃあ今日はこんな感じで。あ、お寿司が神社。ただ神社。でも一応反省会やから。まあそうですね。うん。と、私の告知もしたし。あ、それは多分使わないかな。使ってください。今ので使わ、カットせざるを得なくなりました。あ、カットできなくなりました。でも今ここの喋ったとこカットしたらいいもん。いやぁ。けど。じゃあ来月も頑張りましょう。頑張りましょう。違うね、そういうのじゃないね。おー。そういうのじゃないね。